各軍が戦場へ向かう中、重衡の扉にいる里見八犬士の前に現れる黒魔術軍。黒魔術軍の名古屋三三郎は同盟を持ちかけるが戦いへと発展する。闇形家にいる魔界少女剣、そこに現れたのは真田昌幸。真田昌幸は魔界少女剣に同盟を持ちかけるが、豊臣秀頼はそれを拒否し戦いとなる。地雷屋の敵を取るため冥界軍の前に現れる魔界衆、そして冥界軍対魔界衆の戦いが始まる。魔界衆が圧倒的劣勢の中、魔界水軍と五芒星軍が現れ魔界衆に加勢する。冥界軍が追い込まれ、木戸丸がお市の方にとどめを刺そうとした時、豊臣秀頼が現れ木戸丸を背後から斬る。お市の方は平将門を召喚し、最後は将門を止めるため真田昌幸と芦名葵が現れ将門に術を放つ。そしてお市の方に同盟を持ちかける真田昌幸と豊臣秀頼であった。